こんにちは。大家さん専門税理士の田辺浩二です。今回もですね、弁護士の笠木先生にお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。じゃあ、いつもながら自己紹介お願いします。はい、弁護士の川崎達也と申します。はじめ法律事務所という、神田にあります事務所の代表弁護士を務めております。私自身、ビルオーナーとして大家さん目線に立ったアドバイスを得意としている、不動産専門の弁護士でございます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。笠木先生にはですね、毎回、賃貸借契約書の標準の、はい、そうですね、賃貸借契約書の一条一条ですね、解説してもらってるというコーナーがあるんですけれども、いよいよですね、終盤戦に入ってきたかな、ようやくですね、はい、第12条まで終わったので、はい、今回は第13条それから第14条、はい、この2条ですね、はい、ちょっと解説していただこうかなと思っております。はい、今画面の方にですね、13と14が出てるかなと思ってます。13条が契約の終了になります。本契約は本物件の全部が滅失、その他の事由により使用できなくなった場合にはこれによって終了する。第14条明け渡しですね。乙は本契約が終了する日までに第10条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては直ちに本物件を明け渡さなければならない。乙はっていうのは借主さんのことですかね。で、2項が乙は前項の明け渡しをするときは明け渡し日を事前に項に通知しなければならない。項っていうのは貸主のことですかね、大家さんということになります。はい、はい、じゃあこの2条なんですけども、じゃあまず第13条、契約の終了というところなんですけども、ね、はい、ここ何かありますか？まあ、この規定は民法上の原則というか、当然同じ内容になっていて、要は賃貸借契約ってその貸してるね、まあ、ないし借りてるものが使えなくなってしまった、滅失してその他の事由に使えなくなってしまった場合っていうのは当然にもう使えないですかね。賃貸借契約って物の使用収益をするためにこう要は借りるわけですから、それができないってことなのでもう当然に終了すると。これ民法上の解釈としてもそうなってますので、ここは当然のことを書いたという規定になります。はい、これ民法改正で、はい、明確になった部分でもあるということですかね。後ろの方の解説が、解説の方で平成29年の民法改正で、はい、賃借物の全部が滅失、その他の事由により使用および収益をすることができなくなった場合には賃貸借が終了することが規定された。そうですね、条項にこう書かれるようにはなったんですけど、はい、改正前から解釈上もそれは当然のことですっていう形で言われていたので、まあ、確かにね、改正後の民法の法律の規定が書いてあるので、まあ、それも含めてこっちに、ね、明確にしたっていうところを書かれたんだと思います。はい、なのでまあ民法改正はあったものの、まあ、取り扱い自体は変わんないよっていうような、ね、何度か多分この話を申し上げていると思うんですけど、この民法改正の特に賃貸借に関わるものっていうのは、うんうん、今までの判例とかの解釈がここの条文に今度できたっていうのが多いんですよ。なるほど。例えばこれ滅失っていうとどんなものがあるんですかね。はい、まあ、地震とかで、もう完全に使える、完全にもう、そう、火災とかね、はいはいはい、そういうのでなくなっちゃうよっていうことですかね。ありがとうございます。はいはい、じゃあ第14条、明け渡しの方ですね、はい、見ていきたいと思います。はい、でこちらはですね、明け渡しっていうところなんですけども、はい、これ退去と明け渡しって何か違うんですか？うんうんうん、どういう場面で使うかっていうところもあると思うんです。うんうん、この要はひな型契約書を見ると、うん、退去っていうところがどこかに書いてあるわけではないので、うんうん、そういう使い方、使い分けはしてないとは思うんですけど、うん、我々の弁護士の業界だとちょっとその意味合いが退去と明け渡しっていうのは、うん、まあ違うっていう理解を私は持ってはいるんです。で、退去っていうのは身をね、うん、出てくっていう意味での話なんですけど、うん、明け渡しっていうのは一応その自分の荷物とかそういうのも持って出ていくっていうような意味では理解はしているんですね。完全にもうそこから物も含めて出てっていくっていうのが明け渡しっていうところですかね。だからまあ綺麗な状態にして出てくっていうような、皆さんが一般的に居住用の物件を借りた時にこう綺麗にして最後掃除もね、まあ簡単なものをすると思うんですけど、それで出てくっていうのを明け渡しっていうようなイメージでまあ持ってはいますね。なるほど、はい、
まあその退去と明け渡しっていうところが、うん、じゃあどういう場面で問題になるかっていうところは、うん、まあこの契約書では問題にはならないんですけれども、要は退去をしても明け渡しまで違約金が発生するよっていう情報が入ってるケースがあるんですね。でそういう場合には退去だけしてもまだ明け渡しまではしてないからそこの違約金がずっと発生するんですっていう解釈で違約金部分の請求をしたりとかっていうのはあるんですね。退去してるけども明け渡してないという状況では全然全然その物が置きっぱだよと。そうなんです。なるほど、はいはい。まあ、そういうケースもまあなくはないかなと思いますね。でこの先ほど言われたその違約金っていうところなんですけど、はい、やっぱり違約金は入れておいた方がいいっていう、ね、いいですね。あのオーナー側からすると、うん、はい、あの居住用のものであっても入れる方が抑止力、やっぱりきちんと出てね、退去いただくっていうところの、あの抑止力になるかなと思いますね。よくあるのは、あの明け渡しが、契約終了の日から遅れた場合は、賃料の倍額。倍額、2倍ですね。2倍。2倍の要は賃料相当損害金の違約金が発生しますっていう。ところになるんです。で私なんか家賃の滞納の明け渡しの裁判なんかよくやりますけれども、うん、その場合は契約が要は終了した日と実際に明け渡す日っていうのが全然タイムラグがあるんですよ、うん、要は契約が解除ってこっちが通知を送った日から実際に裁判をしてその人が出てくまで相当数ヶ月か違いますよね、うんうんうん、その場合はその数ヶ月先ほど申し上げた違約金の情報が入ってるか入ってないかで倍違うんですよね、金額が。そうですね、うん、はい、そのまま情報がなければその賃料相当損害金って言って、まあ、1ヶ月分ですよ、要はそのままの、それが損害金になるんですけど、違約金がそこの倍だって書いてあれば一応それは有効なので倍請求できるわけですよね。なるほど、そこで結構変わってくる、入れておいた方がいいですね、うん、そうですね、あ、そういうのもあるので逆にそんな払わなきゃいけなくなっちゃうから早く出てってねっていうプレッシャーに使う。そうですよね。そう。牽制になるってことですね。そうそうそう。どちらかでそれがいいかなと思います、ね、はい、うん。そうですよね。それ入れといた方がいいですよね。はい。なるほど。ちなみにその倍っていうところなんですけど、はい、これ別にいいんですか ?3 倍でも4倍でもいいんですか、ちょっと今パッとは出てこないですが、うん、あんまり大きいとそれはやっぱり制約かかります、うん、2倍はあの問題ないですね、うん、2倍は問題ない、はい、で2倍以上はまだ私実務上でまだ見たことはないです、はい、なるほど、うん、それはあの居住用でもオフィスでも店舗でも全部倍以上のものは今のところないですね、見たことは、はい、そうするとまあ倍に抑えておいた方がそうですね、あのいいねっていうところですよね。そうだと思います。それ以上になると損害を発生しないはずなのに、うん、そんなに取れるのかっていう話はね、うん、あると思うので、うんうん、そうですね、はい、なるほど、はい、まあ、そういう面でいうとやっぱりこの標準契約書っていうところをちゃんと精査していかないと、うん、そうですね、大家さんにとってね、貸主にとってちょっと不利になってしまう可能性がありますんで、うんうんうん、そうですね、はい、はい、であとはまあこの契約だけ読んでるとやっぱりわからないっていうところではあるんですけど、うんうん、要は明け渡しと原状回復っていうのを、うん、じゃあタイミングとしてはいつまでにやんなきゃいけないかっていうところが、ちょっとこの契約書だとこの14条だけだとちょっとはっきりしないんですけど、まあ次回やる15条読むと、うんうん、結局その明け渡しの時にまた原状回復について協議するっていうことが15条2項に書いてあるんですけど、うんうんうん、ってことは明け渡しは先なんですよね、うんうん、で明け渡しした後原状回復をその場で協議して原状回復はさらに先っていう話になってるんです、うんうんうん、で居住用の物件はまあ確かにそれが一般的ではあるんですけど、逆にその店舗とかオフィスは明け渡しの日までに原状回復をしなきゃいけないっていう内容に定めていることも非常に多いです。なるほど、はいはいはい、だからそうすると例えばあの7月末に明け渡す退去っていう形になった場合には、うん、もっと前から7月の頭とかからもう出ていかなきゃいけない、うんうん、出ていった上で原状回復をその1ヶ月間でやってで4月の末に終わらせるっていうところのスケジュールかなってくるんですよね、うんうん、なるほど、うん、はいはい、だからちょっとそこがまた違うところかな、うん、居住用のものと防湿とかっていうところの違うところかなと思いますね、うんうん、まあ、確かにそこの明け渡しっていうとちゃんと元に戻した状態で明け渡すよっていうのが基本的な考え方ではあるわけですよね。そうですね、うん、でも大体あの原状回復ってオーナーさんの方で貸主の方でやったりして、そうですね、うん、で大体受け渡す時にあのここが工事必要だよね、はい、みたいな擦り合わせをするので、そうですね、でその後にオーナーさんがやったりするので、うんうんうん、まあ、その先に明け渡しなのかなっていうところの
ものかなと思うんですけども。そうですよね。うん、でも、まあ、そこら辺もまあ考えた方がそうですね。まあ、契約書の定め方とまた実務上の慣行というのがちょっと違う部分はありますけれども、うんうん、ちょっとそこも要は時間を意識して契約の内容にそれを落とし込むというのも、まあ、一つやりようとしてはあるのかなと思いますね。ただ居住用の物件で先に現状回復まで済ませてその日に終了となるとちょっと難しいかな。実際に専門でそうですよね、うん、っていう気はしますね。はい、そうですね、うん、ありがとうございます、はいはい。まあ、そんな感じでですね、結構こう深掘っていくと、そうですね、いろんなのが、ね、はい、見えてくるかなと思いますので、はい、また引き続きですね、はい、やっていきたいと思います。はい、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。